ご紹介が遅れてすまない。そやつらはソーズ・マンズ、暗殺剣の使い手であり、常に私の後ろに位置する者たち。そやつらの反逆で私も暗殺されるやもしれぬ。だがそれゆえ私には一切の隙ができぬということだ。我ら義派門団は同胞ではない。同門には信頼など必要ないのだ。真の強さとはここまでせねば得られぬものなのだ。ユン、こやつらはわし一人で倒す。お前はリーを、オディワン・リーをやるのだ。僕一人で？リーの狙いはわしらの体力を消耗させることじゃ。わしよりもお前の方が奴を倒せる力が残っておる。思い出すのじゃ、二人の墓前で見せた奥義を。わしの息遣い、間の取り方、その一挙手一投足を、その目に、心に、しかと焼き付けるのじゃ。私の相手、老師ではなく貴様が。さすがの老師もここまで追いさらばえたか。僕を信じてくれたお師匠様のためにも、オディワン・リー、お前を倒す。ガキが、そんなに死に急ぐか。はあ。レイさん、サモさん、僕に勇気をください。奥義、所詮付け焼き場よ。千賀連山剣。何ができるのか。これなら。
じゃあ楽しませてくれるか。兵糧拳だ。これなら様。でかしたぞ、ユン。強くなったな、本当に。いえ、まだまだです。我が剣、お前なら正しく伝承してくれるだろう。そんなこと言わないでください。いや、ここまで持ったのが不思議なくらいじゃ。お前の成長がわしをここまで生かしてくれたのじゃろう。ユン、お前は正しい心を持っておる。心と体でその正しさを全うするのじゃ。正しい心と勇気、その二つを忘れてはならぬぞ。さて、レイとサモに伝えるかのう、お前の成長ぶりを。お師匠様、ついにこの大岩を割ることができました。しかし僕はまだまだ未熟。お師匠様に追いつける日は来るのでしょうか。お師匠様の志を守り通すことができるでしょうか。いや、守らねば、そして追いつかなければ。
そうですよね、レイさん、サモさん、お師匠様、この僕が。この剣法の伝承者なのだから。We'll be right back.